画がやってまいりました。久々にやってまいりましたね。復活しました。復活しました。ミノさんのはみ出しコーナー。これはミルカチャンネルのミルカチャンネルの釣りからはみ出してます。はみ出してますね。さて今日はどこに行きましょうね。今日はどこに行きましょうね。お楽しみですね。では早速行きましょう。レッツファンタジー。着きました。ここは竹島水族館ですね。竹島水族館ですね、はい、すごい綺麗だね。めちゃ綺麗。朝ごの生態勉強になるね。ね、勉強になるね。こうやって猫ザメ、こうやっておるんだ ね。それぞれさ、うん、名前があるんだね。こうやって岩場に隠れて餌が垂れてくると出てくるよね。そうだ、こんな感じになるんだ。全然違う。全然違う。わ、あれどこした？シブスか、あれ広すぎる。やっぱりめっちゃレアやん。これすごい。これやるぞ。あ、どうぞ。やばくない？やば、あれやばい。綺麗な男の子。これがこの前ヘリナで釣ったメッキが大きくなったらどうなの？そう、これがロー GT、 いわゆるね。すごいね。すごいね。勉強なりすぎ。勉強なりすぎ。こんな釣れたら平鈴木。こんな釣りたいよね。ね、釣りたい。あれ平鈴木？そう。これ平鈴木？これが平鈴木。でかい。オキアミが投入されました。今から投入されました。投入されました。投入ます。見てある、あれ見てある。あ、ほんとだ。これがひびれしまった。歯で。やばいね。最近よく釣れるゴンズイ？そう、ゴンズイ。あとハゼ。おお、ハゼ。ハゼもでかいね。メジナか、メジナだ、メジナ。イシダイ。これが青かった。ブレだ。うわ、イシダイでかい。どうですか？すげえ。ほら。うわ、どんな感じ？ボケがやっぱ痛い。痛い？痛い。すごいね。おお、来そう。水の中で触ってみるだって。ね。すごい、ほら。すごいね。本当だ。めっちゃだよ。どう、感触は？感触？うん。ダンゴムシの。うん、70倍硬い。ダンゴムシの70倍硬いですか？うん。面白いコメントですね。イエーイ。足を嫌がるよ。どうでした？竹島水族館ね、うん、楽しかったです。楽しかったね。買っちゃったよ。いろんな魚の生態が見えてさ、うん、今年の釣りに役立つんじゃない？クロスね。いいわ。次はこちらだ。もっと浜名湖体験学習施設。もっと魚の勉強しましょうか。行きましょう。今日は釣りじゃないよ、また。うん、知ってるよ。じゃあ行こう。おー、ピッ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 。海水と淡水どっちだ？ゴンズイもいいやん。え、本当だ。ゴンズイがおるから海水？でも金魚だ。金魚もおるね。なんで？カサゴもおるやん。え、どれ？ここにもゴンズイでカサゴ。あ、本当だ。これどっちなんだろう。海水魚と淡水魚の違い。同じ魚なのにどうして？海に住んでいる魚の場合、海水は魚の体液より塩分濃度が高いもんで、体の外に水がどんどん出ていくだに。するとナメクジに塩をかけたように干からびてしまうだよ。だから海の魚は海水をどんどん飲み、水だけを吸収して塩分はエラなどからどんどん捨てていくだに。川などの淡水に住んでいる魚の場合、淡水は魚の体液より塩分濃度が低いから海とは逆で、体の中にどん水がどんどん入ってくるんじゃね。じゃんね。だもんで淡水魚はほとんど水を飲まず
尿として水をどんどん捨てていくだよ。多くの魚はこのどちらかの機能しか持っていないもんで、海水、淡水か海水か海水、海水のどちらかでしか生活できないんだに。しかし、アマゴやニジマス、ウナギ、クロダイなどの一部の魚は、この両方の機能を持っているから、ある時期は川で生活をし、別の時期は海で生活することができるだよ。すごい。赤座だ、赤座、赤座ゴール。あ、可愛すぎる。あ、これ鈴木だ。これはね、シーバス。多分ね、これが、あ、ボラとクロダイ。あ、クロダイおる。クロダイ、あとね、まあ、これはい、もう一つ、あとギマ、うん、ギマもおる。ヒラスズキとスズキ。ギマどれ。ギマ、ほら、あ、これか、本当だ。に生きてたね。ね。すげえ。黒田正明がかっこいいよ。かっこいい。これ何？これ見てこれ。メッキ。メッキどこにいるの？お、メッキだ。だからこれ。それがあれにイカメだから、劇団で釣ったやつじゃない。やつじゃないよ。あ、尻尾が黒いのよ、これ。お、浮いてる。カレイが。カレイだ。カレイが今、泳いだね。これ右手で見るの、これ。尻尾が。尻尾が全く違う。あ、おぉ。イサキもいる。イサキ綺麗だね。ね。これ、カワビのオス？うん。ほとんどオスだね。あ、あれはメスだわ。これ白いぜ。あのほら、あの奥にいる、大きい、このひらひらがないやつ、このね、ここの、うん、この、ちょっとあの、ここに先端にさ、うん、あの、ヒュンって長細く出てるさ、うん、あの、ひれあるじゃん、これメスなんだ、これがメス、あ、そう、本当にことね、これがオス、ヒュンって長い、長い背びれの先端にあるやつが、うん、そう、それがオス。次は砂地の魚、うん、あ、ドイナウミエビじゃん。ドイナウミエビじゃん。ドイナウミ。マゴチ、あ。マゴチとメゴチ。イネゴチと、イネゴチおるやん、イネゴチ。イネゴチと、これがメゴチ？これがマゴチか。マゴチ？これがマゴチ？これがマゴチだ、これがイネゴチだもん。ドイナウミエビどう？これがイネゴチ。イネゴチ。で、これ、この奥にいるのがマゴチ。マゴチ。だから、これもマゴチだわ。あ、あやって砂の中にいる、おるんだね。ね。石垣台初めて見たな。石垣台ってどれ？あの縦島？違う違う。あ、これか。竹はこれあれだ。石垣。これ石垣台。石垣台。あとは大体なんか。これか。寄ってきとる。あ、この子もダメだ。にも寄ってきた。水がついてる。病気かな。どうですか。すごい。水が気持ちいい。ツンツンされてる。されてない。
でも触れとら触れてないんだわ。あ、触れてないんだこれ。海の幸最強のバカうまいものダダーン。ドーマンガリ、ドーマンガリ、通称トゲノゴギリガザリ。ミノさん、はい、とうとう来たな、ラスボスが。これ釣りたいな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日魚を勉強しよう、プチ旅行。プチ旅行1日目の竹島水族館 と2日目のウォット水族館。楽しかったね。勉強になりましたね。うん。じゃあこれを勉強したこの成果を釣りに出しましょう。釣りにつなげていきましょう。はい。